はい、皆さん、こんにちは。それでは今回第3回ですね。鼻について見ていきたいと思います。前回は目でした。目を少しこう復習するとですね、目もね、目、鼻、口っていうのはやはりすごい大事なポイントなので、しっかりこう皆さんね、復習を何回も重ねて、覚えていきましょう。ちょっと目のおさらいですね。目の構造を学びましたね。これで、押さえるべきポイントがありました。角度が変わるポイント。これですね。角度が変わるポイント。角度。はい。どこで角度が変わっているか。この方の目だったら、こんな風な目でもないんですよね。こんな風な目でも、こんな風な目でもなくて、ここで角度が変わっている。それで、こういう目が初めてこう表現できるんですよね。ここで角度が変わる。このような目なんですよね。これが、角度はここで変わるのでもなく、こんな風な目でもないんです。これ全然別人の目になっちゃいますからね。どこで角度が変わるかっていうところをしっかり、ここで角度が変わってますね。はい。ここで角度が変わってる目。こういうのをしっかり覚えましょう。続いて、垂れ目、すり目ですね。目の結ぶ、ポイントを結ぶところですね。上に上がって目なのか、逆にこの下に垂れてる目なのか。そして今度、黒目の目の見え方、大きさ。これですね。黒目が大きい人もいれば、黒目が小さい人もいました。で、こんな風に見え方ですね。お月さんなんですね。お月さんと思ってくださいね。黄色でやるとわかりやすいですかね。ここですね。こんな風な見え方をしてますね。この方ね。こんな風な目の見え方をしてます。はい。これは目、眠そうな目ですね。眠そうな目になりますね。まぶたによって半分かげっちゃってるんですよね。はい。眠そうな目です。はい。そしてこの目。これは、もう、黒目が見えない。ニコッとこう、線になって笑ってる方。ニコッとね。こんな目ですね。はい。ニコッと笑ってます。あとはこちらですね。黒目が離れているか、寄っているか。そこに見え方としては、ここのスペースを見るんでしたよね。目が外に向いてるんで、黒目が離れている。逆に、ここ狭い、広い。ね。なので目がこっちに寄ってる。内側に寄ってるってことは、黒目寄っている目。はい。このように見て、きました。はい。そして 今度は、これですね。はい。三つのプロして三つということで、まず表情の誇張ですね。こう、まぶたを上に反らすですね。ここをこう反らすと、より、こっちの目ですね。よりこう、笑顔に見える絵が生き生きしてきますね。はい。で、筋肉を意識。これですね。ここの文章ね、ちょっとわかりづらいかもわかんないですけど、読んでね、覚えましょう。まず、こう、笑顔になると口角が上がるんですよね。そうすると、ほっぺたが、もう図で覚えましょうね。ほっぺたが上にぐっとこう上がるんで、下まぶたを上に押し上げます。そうすると、この目が上にキュッとこうですね。なので、より笑顔に見えてくる。はい。これは筋肉の連動です。筋肉を意識して、覚えてくださいね。そして最後、重要なポイントですね。これです。太陽。まあ、光が当たるんで、上の方は明るくなりますね。明るくなるポイント。明るくなるポイント。はい。逆に、今度、ここは暗くなりますね。はい。暗くなるポイント。なので、暗い部分、暗くなるってことは影になるんで、太い線で描きます。はい。逆にですね、光が当たるってことは、光が影にならない。ならない。なので、細い線で描きます。それを円にしたのがこちらですね。こちらです。太い線。太い線。こう、太い線。太い線。ね。逆に、光が当たらない。あ、光が当たる部分っていうのは、細い線。細い線。はい。細い線。この違いですね。イラストっていうのは、影によって線の太さ変わってきます。影が落ちるところは太い線になります。はい。上まぶたですね。上まぶた。上まぶた。逆に、光が当たる部分は細い線になりますね。細い線。細い線。はい。細い線。はい。これをしっかり覚えていきましょう。
以上、目のおさらいでした。続きましてね、今度はですね、はい、また重要なところです。鼻。鼻が一番難しいんですけどもね、これをしっかり皆さん覚えていきましょう。鼻について。鼻はね、より立体的なんですね。一番こう立体的なんですね。はい。なので、難しいと思い込むんですけども、まずね、シンプルね、鼻を捉えていきましょう。はい。この図を見てください。これが鼻なんですね。四角、四角。ね。こう、四角と言いますか、こう、三角の、形ですね。台形の、こう、出っ張った形。こういうふうに、こう、図形で捉えると、まだね、理解しやすいかなと思いますんで、ちょっとこれ見ていきましょう。まず、鼻の構造です。鼻の構造。はい、皆さん、鼻っていうのは、骨じゃないです。全部軟骨なんですね。ここだけね、ここだけちょっと骨なんですね。ここだけちょっと硬い、こう。ここだけ骨、尾骨。でも、あとは全部軟骨って柔らかい、こう。柔らかいんですね。はい。軟骨と、あとこの肉、こういった脂肪の肉の塊でできてるんですね。はい。尾骨。ここだけ骨です。ここまでなんですよね。ここまで。はい。あと全部これ軟骨なんですよ。軟骨。軟骨なんですね。はい。で、海外の人っていうのはここがこう発達してるんですよね。ここが高い人が多いですね。はい。まあ余談です。はい。これですね。鼻は軟骨と骨でできてるんですね。ほとんど軟骨なんですよね。で、こんな感じです。前から見たら、ここが尾骨。ここだけ骨で、あとここぷっかり開いちゃってるんですよ。何もないんですね。ここに、軟骨が来てるんです。横から見ると。鼻だけないんですよね。はい。ここだけ、あれっていうふうにね、ないんです。これが、要は軟骨でできてるんですね。そこをしっかりこう、覚えておきましょう。で、今度、鼻をですね、下の方から見ると、これですね、鼻の穴がここにありますよね。鼻の穴。で、ここ、これ全部軟骨ですね。軟骨。はい。で、ちょうどね、こう真ん中にこの陣中っていうのがあるんですね。ここですね。この人によってね、くっぴりね、くっきり見える人もいれば、僕みたいにあまり見えない人もいるんですけど、ちょうどこう真ん中に陣中っていうのがあります。これが、よく言えばね、この唇の真ん中を通っていきます。で、顎の真ん中を通っていく。これちょうど真ん中なんですね。はい。このようなイメージになっています。はい。そして、今度。これね、鼻。よー、見ましょう。これね。この立体感があるんですね。てっぺんですね。で、今度、ここ。横から見てますね。横から見てます、これ。はい、側面。で、立体感。だいたいこういう、四角形の立体感がこうポンとついてるイメージを想像してくださいね。はい。ここ尾骨の部分ですね。尾骨の、ここの部分。尾骨の部分、ここ。ここもこう影になってる。側面ですね。こういう構造になってるんですね。はい。なので、鼻の下側は、ちょっとね、底面って言ったらいいんですよね。影になる。これ影になるんですね。影になる。その部分にこう鼻の穴があるんですよね。この鼻の穴がここにこうついてくるんですね。これが鼻ですね。はい。こんな感じになってきます。こういう構造になってるんですね。そして、ここです。この側面と底の面、底面。ここにこう鼻の穴がついてるんですね。こういう感じです。こういう感じ。イメージつきますでしょうか。ここはもう大体でね、いいです。ただこういうふうにこう、鼻もね、一個一個こう見ていくと分かりづらいんで、ちょっとこういうふうにこう四角の立体で見るとより分かりやすいかなと、はい、思いますんでね。で、これをしっかりこう書いたものが、この二つになってきますよね。この二つになってきますね。鼻っていうのはこんな風になってるんですね。
はい。で、この鼻の部分。図形だとね、この横の、この鼻の、この3つの丸でできている部分っていうのは、図形だとちょっとわかりづらかったんですけども、ここですね。真ん中の尾線があって、ここ尾翼って言いますね。だいたいこの3つのこの形によって、鼻の形のが違っていきますね。はい。なので、この図形はあくまでシンプルに見るんですけども、実際はこの尾線、この真ん中の尾線と尾翼、これですね。尾翼。これによって鼻ができて、で、ここ、尾鏡。はい。鼻の端って書きますね。こんな風な構造になっています。で、いろんな人の、鼻のいろんな形っていうところなんですけども、いろんな形があるんですよね。まず、こう、先端が丸い形。ここがくるっとこう丸い人もいれば、こう、ツンと上に向いてる人もいますし、こちら、こう欧米の方のような、こう、ごつごつした形。はい、男らしい人もあればですね、こう、お年を召されて、こう、垂れてくる。ご老人ですね。こういう鼻の形もあります。それぞれを、正面から見ると、こんな感じになります。鼻の横の広い形。幅の広い鼻ですね。横に広いんですね。横に広い鼻もあれば、鼻が上を向いた鼻です。これですね。ツンとこう上を向いてるんですね。そうすると、鼻の穴も見えるんですね。鼻の穴が見えてきます。はい。で、今度こちら、ゴツゴツした、さっき見ました、こういうゴツゴツした、この鼻。っていうのは正面から見ると、ここもゴツゴツしてるんですよね。ゴツゴツして角張った鼻。はい。こことか結構ここね、くびれてるような、こんな鼻の人もやっぱいますね。はい。で、これが、お年を召された、こう、鼻が大きくこう垂れた鼻っていうのは、ボトンとこう下にね、ボトンとこう、で、正面から見てもね、やっぱよくわかりますよね。垂れてくるってなると、この鼻の穴が見えない。ここ見える。見える。ただこれは見えないんですね。こう、うーんと垂れてくるイメージなんですよね。はい。で、ちょっとね、ここポイントです。ここポイントなんですけども、この T 字のこの T ライン、T 字っていうところがものすごいこう、大事なんですね。前回やったこの目のこの距離。目の距離が T の横です。横。こう、広い人もいますね。目の距離、目の幅自体も広くて、幅が広い T もあれば、こんな風にちょっとこう、垂れてる人もいますよね。で、まっすぐこの下の部分、T のこの下の部分っていうのが、鼻のこの長さ、この長さですね、長さ。こういう風にこう、短い、横長の T もあれば、縦長の T もあるっていうところを覚えましょう。これも人によって全然違います。で、鼻が横にぶっとい人はこんな横長の T ですね。下っ側が太い T、下っ側が細い T もあるんで、この T の違いがあるんで、この鼻と目のこの T ライン、T 字っていうのをしっかりこう意識していきましょう。はい。以上、簡単な鼻について見ていきましたが、皆さん。はい。何回もね、見て練習してみてください。覚えてくださいね。で、ここから、押さえるべきポイント、3つ鼻もありますね。こちら、1。おっと。はい。1、2、3と3つポイントがあるんですね。まず、1つ目。鼻のポイント、押さえるべきポイント、その1。形と鼻の穴の見え方ですね。これが、大事です。まず、この幅の広い鼻。こう幅広いんですね、これ。幅広い鼻。はい。ってなると、この形っていうのは、さっきね、ちらっと言ったんですけども、この3つの丸で見ると分かりやすいです。この真ん中の尾線と尾翼ですね。はい。こんなイメージ。こんな風にこう丸が横にピュピュピュっとこう、横に広くついてると、幅の広い鼻になります。逆に、この鼻先が上を向いた鼻、ツンとこう上向いてるんですね。そうすると、鼻の穴が見えますよね。鼻の穴が見えています。この方はそんなに見えなかったですね。この方はそんなに鼻が見えない。けど、この方っていうのは、上に
ツンと向いてるんで見えやすい。で、3つの球体で見るとこんな感じですね。こんな風になっていると。まあ花がこう見えますね。はい。ちょっと大きいコアラのような花ですよね。はい。で、角張った花。ここ見てください。ここ、角張ってるんですよね。角張ってるんですね。ちょっと垂れてますね。角張って垂れてる。はい。で、形で言ったら、ここが大きい塊、こうなってますね。大きい、こう塊になっていて、横にこうなっていると。はい。で、今度、外人さん、花が、花先が大きくて垂れた花ですね。さっきのような、こう大きくてドンと、花の穴は見えませんよね。こんな風な花してますね。ドンと。このようなので、真ん中大きいドーンとなって、尾翼がこんな風に矢印のような形になっていますね。はい。こんな風に、花の形を、こう丸三つで捉えていくと、丸だったり、まあ、三つの球体で捉えると、花っていうのが分かりやすくなってきます。これがまずポイント一つ目になります。そして、その二ですね。二つ目。大きさですね。大きさ。大きさ。他のパーツや他のモデルと見比べると分かりやすいです。そのモデルだけを見ててもね、分かりづらいなっていうことがあるかもしれませんが、そういう場合は他の人の顔を見ましょう。そうすると、花の大きさってこんなに違うんだなっていうのが、ね、よく分かってきます。形も大きさも全然違ってきますよね。色も違いますよね。はい。こんな風にこう違うんで、この違いが面白いってことですね。この子供たち二人、女の子と男の子を見ても、全然花の大きさ、形が違ってきます。この子なんかちょっと上にツンとこう、向いてて花の穴は見えやすいですね。この子は、より花の穴は見えづらい。けど横にこう、この広い花。こんな風な花。はい。人によって全然こう違ってくるんですね。わからなかった。この子だけ見てわからないぞってなっても、ね、別の子を見るとわかるんですね。皆さん、他のモデルを見ながら、比べながら描いていきましょう。はい。そしてその三つですね。影。影から凹凸を意識する。はい。これもね、実はね、ポイントすごく大事なところなんですね。この尾骨の影をよく見てみましょう。例えば、女性ってそこまで影が出ないんですけど、外人さんだったり、男性っていうのはよくよりこう見えやすいんですよね。例えばこの人、ここ、影がね、ここにあるんですよね。なのですごくこう鼻、ゴツゴツしてる感じしますよね。この方も見てください。影を見ると、ここすごくこう黒い部分、影、これ影ですね。影がくっきり入ってるんで、かなりこう鼻、高い人なんですよね。この方もよく見て、わからないね。薄めで見ましょう。薄めで見ると、ここがね、結構影が入ってるんですよね。うん。だから、線でね、描くときも、しっかりですね、ここは線を引いてあげると、よりその人らしい描写ができます。この方もここ、ぐっとこう影が入ってるんでね。こんな風にしてあげると、はい。こうですね。こんな風にしてあげるといいですよと。逆にこのアジア人とか子供とか女性っていうのは、そこまでね、ここにこう影がね、入ってこないんです。うん。比べるとね、全然一目瞭然でね、見えてくるんですけども、これですね。なので、もうここはそんなに線をね、引かなくてもね、いいです。あんまり線引いちゃうとね、この雰囲気違っちゃうんで、描くときはここだけでいいと思います。女性。はい。この方も、ちょっとこの辺を描いたとして、こんな風な花ですよね。うん。はい。この方も、ちょっとね、ここは少しこう影が落ちてますけども、そんなにこう、少し影が落ち込んではいますが、まあ、引くとしたら細い線で引いてあげるぐらいでいいですね。うん。で、ここをしっかりこう、花の穴が見えて、こんな感じの花ですね。はい。うん。いうふうに、この影からね、凹凸を意識するっていうのが大事です。なんせね、欧米人とか、男性とかね、やっぱり影が、スポーツ選手なんかは影がしっかりこう、骨格が発達してくることがあるんで、そういう場合はしっかりこう、鼻の尾骨、ここの線をね、
入れてあげると、よりその人らしい描写が、できると思います。さて、最後ですね。このりょうさん3つのプロ視点というところで、こちらも、ポイント3つ準備しました。これですね。1、2、3と3つ準備しております。はい。まず1つ目ですね。りょうさん3つのプロ視点1つ目。同じモデルでも、表情は変わるんですね。これ、同じモデルでも表情は変わる。これ、同じモデルさんなんです。これ、すごくこう、笑顔。笑顔ですね。笑顔の時と、まあ、普通の、特に笑顔じゃない時っていうのは、何が違うかって言ったら、やっぱりまずこう、笑顔だと口がクーッとこうね、口角がこう、上がるんですよね。目の回でね、やりましたね。そうなると、ほっぺたが持ち上がります。ほっぺたが持ち上がるってことは、この鼻翼もクーッと横にこう広がるんですね。なので鼻の形見てくださいね。この鼻の形を見比べてください。全然こう違ってるんですよね。はい。それはクッとこう横に、私のね、鼻もよく見てくださいね。今普通のこう真顔からニコッとこうすると、鼻の形が横にこう鼻がクーッとこう広がって、ギューッと矢印、より矢印の形になってくるんですよね。はい。矢印ですね。矢印。うん。という風になってくると。鼻の形もね、こちら。全然こう変わってくるんで、よくね、横にこう尾翼がぐーっと上に上がる。でも、今度、これは重力に、そのままこう、下がって鼻がこう下がったまま、尾翼のところですね。このポイントで表情が大きく変わってきます。なので、例えばこの笑顔で描くときは、しっかりね、もちろん口角も上がりますし、目もね、ニコッとこうさせるんですけども、よりも鼻ですね。今回意識したいのは鼻。鼻もしっかり上にグッとこう上がってくると。ここをぜひ意識を、してください。はい。これですね。笑うと表情筋により鼻翼が上に持ち上げられる。ここをしっかりですね、意識してください。そして、二つ目ですね。二つ目、ほうれい線も個性が出ると。これですね。ほうれい線も個性が出る。ここです。ほうれい線ね、皆さん、描きましょうね。描くって言っても、女性はやっぱりね、こう描きすぎると、老けて見えて、喜ばれないパターンがあるんで、まあ、そこはちょっとね、少し描くだけでもいいと思います。そこは、ほうれい線も特徴が出るんだよっていうところを、しっかりこうね、頭の中で理解しておきましょう。ほうれい線を全く頭の中に入れてないと、やっぱりその人らしさの描写っていうのが、やりづらいです。難しいです。なので、僕なんかのあれだね、ほうれい線入ってくるんで、ちょっとこう描くだけでも僕に似るんですけども、そこをね、意識しましょう。例えばこの方。どうでしょうか。こっちだけほうれい線入ってますよね。だから、絵で描くときも、しっかりですね、ちょっとね、ちょっとこう入れるだけで、この人らしさを表現ができるんですね。はい。ちょっとこっちだけこう、ストレスがかかってる感じがしますよね。っていうようなところです。この女性もですね、描く場合は、ここですね、ここ。ちょっと細い線で、ちょっとこう、こんだけでもね、入れるだけでも、この人らしさが出るんですね。なので、こちら、ほうれい線も個性が出るので、しっかり描きましょうね。ここまでね、描いちゃうと結構老けちゃうんで、ここまではね、描かなくてもいいかなとは、僕は思いますね。女性の場合は特に。強いて言ったら、こう、色でね、色をつけるときに、ちょっとここにこう、少しこう暗い色を入れるだけでも、線を引いちゃうとやらしく見えちゃうんで、なくてもいいかなと思います。逆にこう男性でね、もう、お年を召された方だったら、しっかりこう引いてあげても、そこまで違和感はないですよね。うん。で、子供さんはやっぱほうれい線ってほとんど、まだまだこうピチピチと言いますか、まあ、出づらいんですよね。特にこう、もっとこう、こういう、おどけた表情の場合は、ここに力が入らないんですよね。ここに力が入ってこないんで、あんまりここにシワが寄らない。だからもう、この場合だったら、これぐらいでいいかなと
思います。はい。なので、ほうれい線も個性が出るというところをしっかり、意識してください。そしてですね、最後、このその3ですね。その3。シンプルかつ大胆というのがユニークな描写になるんですね。これ人の顔だけじゃなくてですね、いろんなキャラクター、特にディズニーなんか面白いんです。あといろんなアニメーション、アニメ漫画を見ると、鼻ってね、ユニークに表現しやすいところではありますし、そのアーティストそれぞれ漫画家さんの、なんですね、技術の見せどころだったり、こう、絵の表現の豊かさの見せどころだったりもするんですよね。例えばこちらの女性なんかは、もう鼻がぐっと垂れて、こう、口の上まで覆いかぶさってますよね。はい。これも面白いですよね。鼻が普通こう垂れてくると。これぐらいですよね。ただ、それを誇張してビヨーンと。横から見たらきっとね、こんな風な鼻なんですよね。こんな風な鼻なんですよね。うん。だったり、このキャラクターもまん丸ですね。まん丸の鼻を描いてます。これも可愛いですよね。僕もこのキャラクターね、結構まん丸でね、描いたりしてます。僕実際鼻形あるんですけどね、それを誇張して、まん丸、お団子みたいにこう描くと。可愛くね、キャラクターっぽく見えてくるんですよね。こんな風な描写も面白いです。例えばこちら私のライブスケッチの作品なんですけども、はい。こういう男性ですね。ちょっとこう、こんな風な鼻もあれば、ちょっとこうまん丸い、ぽよんとしたね、こういう、まん丸よりこう、お団子っぽい花もありますよね。で、この方なんかはね、そこまで花、まあ実際あるんですけど、花よりも、笑った時のこの口元だったり、目ですね。ここに私は特徴が見えたんで、もうあえてこんな、ちょんちょんとこう、鼻の穴、これだけに表現をすることでも似てきますね。はい。特にこの女性がちょっとこう、団子花だったら、もう、こう、丸いと。でもそれ以上にやっぱ目力がね、あったんで、この目力ですね。ギュッと、こっちを誇張することによって、ちょっとね、鼻をね、団子っぽく描いても、これも可愛く見えてくるってね。いろいろこう、パーツの表現の仕方によっても、こう、変わってきます。で、それも人と比べながらやると、すごくこう、わかりやすくなってきますんで、ぜひ皆さん、こういった引き出しもね、いろんなアーティストだったり、漫画家さんだったり、というのをこう見ながら、自分のこう引き出しをどんどん広げていってね、鼻ってこう誇張しやすいんで、ぜひ自分のパーツを、たくさん身につけてもらえればと思います。はい、それでは鼻以上になります。皆さん引き続きこちら、復習しながら覚えてくださいね。それでは。